2004年6月8日の金星の太陽面通過の写真ブラックドロップ効果は主に金星の太陽面通過の観測において見られる金星が太陽面の円に雫のようにくっついて見える現象であるブラックドロップ現象とも呼ばれる金星が太陽面に入った直後の第二接触時と太陽面から出る直前の第三接触時に発生する名称は 1769年の金星の太陽面通過を観測したアンダースレクセルがラテン語でグッタニヒ,ヒラと呼んだことに由来する。1769年の金星の太陽面通過を観測したジェームズ・クックとチャールズ・グリーンが記録したブラックドロップ効果の図18世紀に金星の太陽面通過を利用して地球から太陽までの距離を正確に測定しようとする。 国際的な観測事業が行われた時にこの現象が発生し、正確な距離の決定を困難にした。当時の分析としては、近星の大気によるものではないかと予測された。しかし、その後の観測では、ブラックドロップ効果の報告は減少していったことから、望遠鏡の性能が原因と見られるようになった。現在では、望遠鏡による像の不鮮明さ、地球の大気の揺らぎ、 光の解説が主原因とされている。日食時に太陽黒点が月園に近づく時などにも同様の現象が観測される。J パサ・チョフラの検証によれば、1999年の水星の太陽面通過を NASA の宇宙望遠鏡トレースが観測した際にもブラックドロップ効果がわずかながら確認された。この結果の分析と2004年の 金星太陽面通過の観測結果の分析も踏まえて望遠鏡の性能や地球の大気だけでなく太陽の周焉原稿も原因の一つと分析している。ABC 相馬光る金星の日表経過天文年間2012年版天文年間編集委員会西文堂振興者2011年初版54ページ ISBN 978から4から 416211304AB 国立天文台地球太陽間距離を求める2012年6月6日から21世紀最後の金星の太陽面通過2016年4月2日閲覧 ABC モニカヤングホワットイズザブラックドロップエフェクトスカイテレスコープ界 W メディア 2016年4月16日へ閲覧。A.B.&. レアウルフ。金星を追いかけて、ヤハノカオル役。角川書店。2012年。初版。279ページ。ISBN 978から4から04から11204から6。パスセーショフエトール、2004?P.243。パスセーショフエトール、2004? P245 パステーションフェトール2004 P247 ありがとうございます。